みなさん、こんにちは。中学校三年生理科の学習です。中学生活最後の一年。いろんなことに全力でチャレンジしようと意気込んでいた皆さん。休業期間が長くなり。大変不安を感じているのではないでしょうか。その中で、自分で立てた計画や。学校の先生からの指示をもとに。家庭学習を進めている皆さんの頑張りは。 大変素晴らしいと思います今回は皆さんが現在行っている家庭学習の進め方について具体的な単元をもとに確認したいと思いますさて、今日学習する内容はこの3つです一つ目は中学校3年生理科の学習内容を確認します二つ目は手順書をもとに進めている家庭学習の進め方を確認します 三つ目は具体的に一つの単元で、この学習の進め方を見たいと思います。単元は中学三年生の生命の連続性です。それでは、一つ目の内容に入ります。中学三年生の理科では、何を学ぶのでしょうか。皆さんはもう教科書を見ましたか。その前に、これまでの学習を振り返ってみましょう。まず、一年生では。 植物の暮らしと仲間光音力による現象身の回りの物質生きている地球の学習をしました続いて2年生では動物の生活と生物の進化化学変化と原子分子電流の性質とその利用地球の大気と天気の変化の学習をしました皆さんどういった内容であったかを 頭の中でで振り返ることができましたかさてそれでは3年生では何を学習するのでしょうか生命の連続性の単元では生物の成長と増え方や遺伝の規則性と遺伝子について化学変化とイオンの単元では水溶液とイオンや酸アルカリと塩について。 運動とエネルギーの単元では力のつり合いや物体の運動仕事とエネルギー多様なエネルギーとその移り変わりエネルギー資源とその利用についてそして宇宙の中の地球の単元では地球とその外側の世界や太陽と恒星の動き月と金星の動きと見え方について学習します。 またこれまでの学習の発展として自然と人間の単元では自然界の釣り合いや人間と環境自然が人間の生活に及ぼす影響科学技術と人間科学技術の利用と環境保全について学習しますこれまでの2年間で中学校の理科を学習する中で皆さんの日常に溢れているなぜをたくさん見つけ考え 答えを見つけることができたかもしれませんね三年生の理科の学習についても同様に皆さんの日常生活や社会と関わりが強い内容を学びますそしてもしかすると皆さんの将来に深く関係するようになるかもしれませんノーベル賞を受賞された山中先生や本庄先生吉野先生のように研究を突き詰める人や宇宙開発の研究 仕事に携わる人が出てくるかもしれませんねさあ皆さん少しは興味が待てましたか一度教科書をいろいろとめくってみて興味があるところはぜひ読んでみましょう続いて本日二つ目の内容に入ります皆さんはすでに学校の先生からの指示で手順書を使って家庭学習を進めていることと思いますがもう一度家庭学習の進め方について確認します 学習を進めるときは、単元や内容の最初にある課題・問題に対して、自分の考えや予想を書きましょう。また、学習の目標を確認しましょう。教科書を読み、ノートやワークシートに書きましょう。教科書にある考えてみようや話し合ってみようなどについては、自分の考えを書きましょう。また、表や図などをまとめたり、書き写したりしましょう。 教科書に出てくる太字の重要語句はノートに書き、説明を書き加えましょう。学習の途中には、みんなの学習クラブのマルチ名解説を主張して内容を抑えることができますし、学習の終わりには、アイプリで理解を定着することが大切です。そして、学習が済んだら、自分の学習を振り返りましょう。その際、初めに立てた予想とまとめを比べ、 学んだことや、何を学んだことで自分の考えが変わったかを書きましょう学習への取り組み方や、アイプリの結果をもとに、自分の成果と課題を書きましょうまた、いろいろなコンテンツや関連図書などを活用して、学習を深めたり広げたりすることが大切ですこれらについては、授業動画などで詳しく説明しています。確認してください では続いて中学3年生生命の連続性の学習をします先ほど確認した学習の進め方に沿って説明しますさて学習をする前に教科書やノート学習する単元のアイプリを準備しましょう今回学習する内容は1章「生物の成長と増え方」「1」 生物の成長です私たちの体は多くの細胞からできていますが始まりはたったっ一つの細胞でしたではどんなふうにして成長してきたのでしょうそれでは今日の学習の目標を確認しましょう。一つ目は根の成長と細胞の変化について考察することができる。 2つ目は「細胞分裂の順序を推定することができる」です。ここで問題です。植物の根はどのようにして伸びているのでしょうか「細胞」という言葉を使って考えましょう。そのために「教科書4ページを開いて話し合ってみよう」を確認してください。生物が成長するとき 細胞はどのようになりますか5ページの「確かめてみようや」や図1の「空豆の根の先端の細胞」をもとに考えましょうどう考えていいかわからないという人は次の2つにポイントを絞りましょう。1つ目は細胞の数はどうなっているか2つ目は細胞の大きさはどうなっているか。 考えられましたか。では回答です。根は先端近くの細胞が分かれて数を増やし、さらにそれらの細胞が体積を大きくすることによって成長します。教科書五ページ右下図二の根の先端近くの細胞の成長の仕組みを確認しましょう。続いて次の問題です。では。 細胞はどのようにして分裂するのでしょう。考えてみてください。この画像を見て気づいたことは何でしょうか。難しいと感じる人は、気になった部分を指さしてください。この赤い丸の部分が、 他の細胞とは少し様子が違っていることに気づきましたか。もう少し詳しく見てみましょう。一つの細胞の中に核が二つあるように見えるもの。一つもの細胞の大きさが小さいもの。紐のようなものが見られる細胞などがありました。この。 紐のようなものを染色体と言います染色体は核と同じように染色液でよく染まりますまた染色体の数は生物の種類によって異なっていますちなみに稲は24本ですなお染色体の働きについては別のところで学習しましょう さて先ほどの画像に戻りますこの画像は細胞分裂が行われている途中で薬品で処理をして細胞分裂を止めたものです画像の中には細胞分裂の途中のいろいろな段階が見られますではここで問題です次の画像は細胞分裂のいろいろな段階を表しています 細胞分裂はどんな順序で進んでいるでしょうか。A から F の画像を細胞分裂の順序に並べてみてください。さあ、できましたか。回答はこちらです。では、細胞分裂の順序を確認していきましょう。 教科書9ページの図5体細胞分裂の様子を参考にしてくださいまず核の形が消え染色体が見えるようになります次に染色体が細胞の中央部分に集まります続いて染色体がそれぞれ分かれて細胞の両端に移動します その後、細胞質が二つに分かれ始めます。この際、植物の細胞は中央部分に仕切りができて分裂しますが、動物の細胞は細胞質がくびれて分裂します。細胞が二つに分かれました。染色体が見えなくなり、核の形が現れます。そして、それぞれの細胞が大きくなります。 いかがですか体細胞分裂の順序が確認できましたか今回の学習で押さえたい重要語句は、次の6つです。細胞分裂とは、一つの細胞が二つに分かれること。成長点とは、根や茎の先端の近くの細胞分裂が盛んに行われているところ。 根幹とは根の成長点を保護しているところ染色体とは細胞分裂の過程で核の中に現れる細長いひものようなもの体細胞とは多細胞生物の体を作る細胞体細胞分裂とは体を作る細胞体細胞の細胞分裂です。後ほど、 教科書をしっかりと読みもう一度確認しておきましょうまたこの放送が終わったら「みんなの学習クラブ」のマルチ目解説で生物のの成長と細胞分裂細胞胞分分裂裂順序をししましょうさらにアイプリで学習したことが理解できているかを確認しておきましょう。 みんなの学習クラブでの学習を終えたら、学習の振り返りをしましょうまずは、学んだことをノートに書きますはじめに立てた予想と違う場合には、何を学んだことで考えが変わったかを合わせて書きましょう学習への取り組みやアイプリの結果をもとに、自分の成果、できたことと課題、今後頑張ることをノートに書きましょう 学習を深めたい人はいろいろなコンテンツを活用したり関連図書などを読んだりしてみてください。以上で今回の学習を終わります。皆ささん、引き続き続健康には十分気をつけてて頑張ってください。